日本鹿児島県薩摩仙台市五両下町、五両下町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩郡川内町五両下町、川内市五両下町。郵便番号は895-0061。人口は4319人、世帯数は1823世帯。五両下町の一部で、住居表示を実施している。薩摩仙台市の西部。 川内川、支流高城川下流域に位置している。阿佐駅の北方には、高城町、南方には、宮内町、大正路町、東方には、国分寺町、西方には上川内町に接している。阿佐駅の南部に、国道3号が通り、それに沿って飛殺オレンジ鉄道が、北西に通っており、地域内には上、川内駅が所在している。南部には、 鹿児島県立川内高等学校、薩摩仙台市立、河井小学校が所在する。南端に潮井川が清流している。五両下町という町名は、河井三両が所在していることに由来している。1940年2月10日に、鹿児島県広報に掲載され、同日に施行された、薩摩郡川内町。 町名改め小波区域変更により、道郡道長大和座区内を廃止しそれの区域、中寺鉱物、溝添え、本城、東城、八武田、宮下、磯武田、城の跡、中鉱物、折宇と、古物、八田、田、上島、袴田、中原、前田、前田大園、日ごま、兵庫原、阿波賀、佐古、下原、入り木、池。 山下玄、上原、岩永佐古、県玄原、水仙、腰の須、風口、中田、麻十連、木の内麻城の前の区域を御領した町と解消し、道郡道長大麻大工事を廃止し、それの区域、中寺友もじのうちの区域を御領した町に編入しが、鹿児島県知事によって許可され、 薩摩郡川内町大麻区内の内麻鉱物。溝添本城、東城、八村、宮下、磯田城の跡、中高物。折ると、古物。あっ田,田,田、上島、赤間田、中原、前田、大園、日後間兵庫原、阿波淡が、里、下原、入木玄、山下玄、上原、岩長里、 県原原水仙ラ、スイ風ン、コ中田の全域及び、自重連議の一部、大技を工事のうち、あざともじりの一部の区域をもって、川内町の町、五両下町が設置された。翌日の2月11日には、薩摩軍川内町が単独で市政施行し、川内市となった。 1965年4月1日にご領下した町の一部の区域において、住居表示に関する法律に基づき外区方式による住居表示が実施された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。 この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町字については現行通りとすると協定されたため名称の変更は行われずに薩摩仙台市の町となった以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である私立小中学校の学区は 以下の通りである。ありがとうございます。